キンチェム。キンチェム、キンクスサム、1874年から1887年は、ハンガリーの歴史的競争場。名前はハンガリー語で、私の宝物の意味、恋人同士や、夫婦の間で使うと、あなたの意味になる。デビューから引退までの無敗記録としては、世界記録となる54戦54勝の記録を持つ。デビューからの連勝記録としても、 プエルトリコのカマレロに破られたものの、未だそれに次ぐ2位の記録である。キンチェムは、ハンガリーの国立キシュベル牧場に生まれた。キンチェムの母ウォーター・ニンフは、オークス5着のザ・マーメイドの子で、現役時代に、ハンガリーのセンギニーに優勝した名品だった。キンチェムを生産した、エルンスト・フォン・ブラスコビッチは、自分の乗馬用の馬としてこの馬を購入したのだが、周囲に説得されて、 繁殖品場とした。ウォーターニンフは繁殖に入って1年目からハンガリーオークス場の浜と排出した。2年目にはバッカニアが配合されるはずだったのだが、牧場のミスでウォーターニンフはカンバス館に配合されてしまい、そしてキンチェムが生まれた。カンバス館はタネボバとして活躍したニューミンスターを父に持ち、2000ギニー2着、セントレジャーステークス3着に入った後に、 イギリスで、タネボバとなり、2000ギニーを買ったカムバルドを出している。その後ハンガリーのジョッキークラブに購入されたが、受胎率が低くバッカニアに比べれば人気はなかった。キンチェムは1歳児にブラスコビッチの所有する、タピオセントマルトン牧場に移動した。ブラスコビッチの生産場は1歳児に1人のオーナーに、対して一括で売却されることになっており、1875年の1歳馬は、 アレックス・オークシーという人物に7頭まとめて700ポンド程度の価格で売却されることになったのだが購入したにもかかわらずオークシーはキンチェムともう1頭の馬を引き取らなかった。キンチェムはひょろっとした暗い毛色のクリゲで外見が悪かったためオークシーは走らないと判断したのである。結局、キンチェムは生産者であるブラスコビッチの所有馬として走ることとなった。 このように外見が悪かったキンチェムであったが、意外な人物にその素質を評価されていた。キンチェムは、小馬の頃ロマに誘拐されたことがあり、犯人逮捕後に警察が、あの牧場にはもっといい体馬がたくさんいたのに、なんでこんな馬を狙ったんだと尋ねた。すると犯人は、確かに、あの馬は、外見は、他の馬に身を取りする。 でもそれを補って、あまりある勇気を持っていたんだと答えたという。キンチェムは2歳児の1876年6月、ベルリンの第1クリテリウムでデビューした。このレースに勝利すると快進撃を開始した。続けて、ドイツで、フェアグレーヒス賞、クリテリウム、エリネルンクスレネン、ルイーザレネン、ツークンフツレネンの各レースにすべて勝利した後、オーストリア・ハンガリー帝国に戻り、 ショプロンのボルガルデューユ、ブダペストのケーテベシックベルシェニエ、ウィーンのクラットルーバー賞、プラハのクラットルーバークリテリウムにそれぞれ勝利した。この年はすべて違う競馬場で10戦10勝を挙げた。5ヶ月の休みを挟みブラチスラバのトライアルステークスで復帰しこれに勝利すると、ブダペストのネムゼティ賞、ハンガリー2000ギニー、ハザフィ賞、ハンガリー1000ギニーといった、 ハガリーのクラシックに相当するレースを連勝した。特に、ハザフィ賞は、母子制覇であった。さらに、中央ヨーロッパの競合馬たちが出走するレースだった、ジョッケクルブ賞、オーストリアダービー大佐で圧勝した。この後ウィーンのトライアルステークスとカイザー賞に、連勝して、ドイツに渡り、初のコバトのレースとなったハノーファー大賞。続いて、レナード・レネン、バーデン大賞。 ベルトヒエン賞に勝った。地元、ハンガリーに帰って、ショプロンのアラームリー用に連勝した後、ブダペストのハンガリー戦トレジャーに落勝した。さらに、カンサディーユも勝った。この後キンチェムは、ウィーンのフロインデナウア賞に単走で、勝利。続いて、プラハのカイザー賞を連勝し3歳のシーズンを終えた。3歳時は17戦17勝を挙げた。 4歳になってもキンチェムの快進撃は止まらなかった。この年はまず、ウィーンのエレフルンクスレネムと、プラーター公演賞に勝利し、続けて、ブラチスラバのアラームディーユ、ブダペストのアラームディーユ、キシュベル賞、アラームディーユ、再びウィーンに行って、シュタット賞、トライアルステークス、シュタット賞と、オーストリア・ハンガリー帝国で4月から5月かけての、約1ヶ月の間に9連勝をした。 そして、キンチェムは、この後、西ヨーロッパ遠征を観光する。西ヨーロッパ遠征の初戦は、イギリスのグッドウッドカップだった。イギリスでもキンチェムは有名で、ヨハネス・ブラームスのハンガリー部局にちなんで、ハンガリーの奇跡と呼ばれていた。なお、キンチェムには、ダービーはシルビオやオークスはプラシダとのマッチレースも、企画されそうになったが、実現はしていない。グッドウッドカップは、 ハンプトンやアスコットゴールドカップを勝ったベルヌイをはじめイギリスの有力馬たちはハンガリー馬に負けるのを恐れ回避してしまっていため、わずか3頭でレースが行われた。キンチェムの他にはこの後ドンカスターカップを勝つことになるページェントなどが出走していた。そしてレースはそのページェントが逃げ、キンチェムは控える展開になったが、最後はキンチェムが庭審査で勝利する。 続いてキンチェムは、フランスのドービル大賞店に出走した。一番人気こそ、プールデッセデプーラン、フランス2002にを勝っていた、地元フランスのフォンテヌブローだったものの、結局、キンチェムが勝利している。ドービル大賞店に勝利した後、バーデン大賞に出走するためドイツのバーデンバーデンに、遠征した。キンチムは、自分が馴染んだものしか口にしなかったことから、キンチムの遠征時には、 いつもタッピオセントマルトン牧場の水も持って行かれたが、バーデンバーデンで、キンチェムは突然その水を飲まなくなってしまった。その後、キンチェムは3日間も水を飲まないでいたが、ある井戸を見つけると、その井戸に止まって、水を飲んだ。この出来事をきっかけとして、その井戸が、キンチェムの井戸と呼ばれるように言った。バーデン大将では、騎手のマイクル・マデンが極端に後ろからの位置取りをしてしまい、 プリンスジルスという馬と同着だった。マデンはこの時酒に酔ったまま帰乗したと言われている。この後、プリンスジルスとの決勝戦が行われたが、突然馬場に野良犬が出てきて、終始、キンチェムに絡み、その隙に相手のプリンスジルスが、キンチェムを突き放していった。しかしキンチェムは犬を蹴飛ばして追い払い、プリンスジルスとの差を縮めて追いつくとあっという間に、かわして六馬審査で落勝た。 遠征を終えたキンチェムは、オーストリア・ハンガリー帝国に戻り、ショプロンのアラーム DU とブダペストのリター DU に勝利、さらに同じくブダペストのカンツァ DU を連覇して878年を終えた。4歳児は15戦15勝だった。5歳児も現役を続けたキンチェムは、この年も12戦で、すべて完勝した。グラチスラバのアラームで5歳初戦に勝利すると、 続けて、ブダペストで5月4日から5月8日の5日間で、ハロウィー伯白スークスとアラーム DU2 レースの計算レースに出走し3連勝。特に5月8日のアラーム DU では、筋量が 76.5kg だったにもかかわらず、勝った。この後ウィーンで、シュタット賞を連勝。さらに、ドイツに渡り、シルバナーシルトと A 連勝に勝利し、さらに、 ガーデン大賞に勝ち同レースの3連覇を果たす。ドイツから帰国した後、前年と同様にショプロンのアラーム DU、ブダペストのリター DU とカンサデギー U に勝利した。なお、カンサデギー U は3連覇であった。このレースの後、同級者の馬との喧嘩により足を怪我したため、この年を最後に、キンチェムは54戦54勝で引退した。引退後は、 繁殖品場として後藤の三句を残した。どの馬も競争馬または繁殖で活躍した。また、キンチェムの子孫、以下、子孫とは、直系のミス系子孫、すなわちその馬の母親の母親、を辿っていくとキンチェムに辿り着く、馬のことを言うは反映し、多くの活躍場を出した。オーストリアやハンガリーのクラシックに何度も勝ち、ドイツ、イタリア、ポーランド、 ルーマニアのダービーにも勝っている。1974年には、キンチェムから数えて13代目の子孫ポリーガミーが、A オークスに勝った。また、ポリガミーの全妹ワンオーバーパーのヤシャゴで、キンチェムから数えて17代目の子孫キャメロットは2012年に、2 0 0ニーと、ダービーステークスを制して、英国クラシックにカンバとなるなど、21世紀となった、現在でも、 世界各地にキンチェムの子孫が残り活躍を見せている。キンチェムは13歳の誕生日に戦痛により死亡した。この日ハンガリーの教会は、キンチェムを追悼するために鐘を鳴らし続けたという。キンチェムの骨格は、ハンガリーの農業博物館に展示されている。そして生誕100周年の1974年には、この馬を記念して、ブダペスト競馬場が、 キンチェム競馬場と改名された。ここにキンチェムの銅像も建てられている。キンチェムは、子馬の頃はひょろっとして、見栄えが悪かったが、成長すると良い馬体に成長した。大抗、気候イコール首と背の境から、足元までは165.1センチメートルあったとされ、当時の大型馬の分類に入る。また、銅が長く、典型的なステイヤー体型だった。 毛色は暗い栗毛で、腰から後ろ足のあたりに褐色の反転を持っていた。走る時は首を下げていて、まるで地面を這うように走っていた。スラリとした体型だったものの、その体型からは想像できないほどキンチェムは、精神的に強く、タフな馬だったことが様々な事例からわかる。勝利距離は947メートルから4200メートルに達し、 金量 76.5kg でも勝利した。さらに、レース間隔も詰まっていて、二日連続で出走することもあった。四歳児にわずか一ヶ月間で急連勝したこともある。確かに金チェムの時代の中央の馬は各地に遠征をするのが当たり前だったが、それに耐えることができるタフさを持っていた。実力もそうであるが、精神的な 強さを持ち合わせてこその54戦54勝だったのだろう。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。